セミナーを受けている人はよくわかると思いますが、これは私たちのこの包丁で切った時の断面図です。電子顕微鏡で写しました。切った時の断面がですね、このようにきれいに切られているということは、その表面に空気が触れても酸化劣化遅くなりますね。味が落ちることなく包丁を使うにはこのように切ることが大切です。ここにマグロの絵がありますが、マグロ、冷凍のマグロはですね、油のあるのはマイナス60度ぐらいで冷凍すると、品質があまり変わりません。そしてこれはですね、マグロの漬けといって、昔からマグロをですね、醤油につけて、処理する方法ですが、これは醤油というのはバクテリアを防いでくれます。みりんもそうです。そしてお酒もそう。みりん、酒、醤油、これを使ってつけるのが漬けです。で、後でですね、そのやつをちょっとやりますので。これサーモンですね。サーモンはおろしてから塩を振って約1時間ぐらいしますと油が出ます。最近は養殖サーモンが多いので、このサーモン、このように処理をしますと、ただ脂っこいだけじゃなくて、本当のうまみが要するにサーモンの中から出ます。そして例えばそのサーモンを冷凍して溶かした時でも水が出ません。これがサバですね。このサバというのは昔から生き腐れとかいろいろ言われてます。サバのうまさというのはアミノ酸です。アミノ酸の中にヒスジンという成分があります。そしてそれがヒスタミンに変わると食中毒が起こります。ですからおろしてから塩を振って、そして浸透圧で中でその成分を抜いて、今度は塩をよく洗ってから冷たい酢の中につけて酢締めをします。ですから皆さん、なんでサバは塩を振って酢締めにするのかって他の人に聞かれた時にはこのように説明をしてください。世界中でアジはだいたい取れますね。寿司にするときはおろしてから必ず軽く塩を振ります。握り寿司にするときにこのように塩を振ったことによって水がここから出てきて旨味がそこに残ります。ですから握り寿司にするときには必ず塩を軽く振ってから5分ぐらいして洗ってから酢に軽くつけるようにしてから握ってください。この酢締めも酢は大変抗菌力がございます。ですから寿司の中でも酢締めの魚というのはバクテリアを、ね、殺すために、抑えるためにする仕事でもあります。タイの場合もおろしてから今度はこの、これ熱湯なんですけど、塩がちょっと入ってて、この熱湯をかけます。湯引きといって皮目が大変おいしい魚に使います。表面についたバクテリアを熱湯で殺す仕事でもあります。これヒラメですが、引き引きといって表面の鱗の部分を包丁で削り取ります。そのままでおろせばいいだろうって言いますが、例えば寿司のケースの中に入れてお客さんに見せたりなんかするときには、皮がついたものを例えばケースに入れますね。その時でも
皮についたバクテリアを他に移させないために表面のを削ってケースの中に入れますので、そういうおろし方をしますね。そしてこのヒラメなんかをおろした時ですね、この骨の跡がこちらの方に残るようにおろしますね。肉でも魚でも骨のところにうまみがあります。例えば韓国料理で骨付きカルビだとかってありますね。それは骨のところがうまいから骨がついたまま焼くわけですよね。ですから魚をおろす時も骨の跡が残るようなおろし方をしてください。そしてカツオ、マグロはおろしてから必ず流水でよく洗ってください。生のカツオ、マグロは水でよく洗ってから冷蔵庫に入れますと、血の残ったものだとかそれは匂いが出たりしますので、これをきれいにして洗ってあげますと色もきれい、そして匂いも出ませんので、必ずこれを血抜きと言ってですね、やってください。はい、今ヒラメ引き引きをしてますね。このようにして表面の鱗、これをですねきれいに取ってから通常はおろします。で、完全に、皮を取って身だけにする場合にはここまでしなくても結構です。で、こちらセルソの方ではアジをやってます。まず細かい鱗、それをですね包丁で取りますね。で、アジなんかはですねどこの国でも大体ありますので通常よく使うと思います。で、日本の包丁というのはあれですね、しのぎの部分、要するに包丁裏側を見ると段差がありますね。そこの段差のところが骨の上に乗ることによって魚がですねこうきれいに下ろされる、そういう、こう特別な仕組みがありますので、日本の和包丁また出刃包丁というのはそういうので下ろすと骨の跡がきれいに身の中、身の方にも残ります。そして包丁の方には骨が残らないような形で下ろすことができます。今あれですね、下ろしたヒラメですが、このように骨の跡がこのように残るような下ろし方がこうベストですね。このアジもですね、こういうふうにきれいに下ろされました。塩はこんな感じですね、約30センチ離らかしてこう軽く、そして約5分ぐらいこのまま置いておきますと、この塩が溶けます。で、塩が溶けるというのは下からその水分やこの余分なものが上にこう吸われてきますので、そうしますとこの中の身はしっかりとしたアジのうまみが残るわけですね。はい、じゃあそっちを見てください。あと5分ぐらいしたらこのアジは洗います。今度はサバをいきますね。塩を持ってきてある？今度はサバをおろしたのに今塩を振ってますね。はい、これだいたい40分ぐらいこの状態で、つけておきますと中から
ヒスタミンの成分になるものが抜けてくれます。でサバの塩の場合は身の厚さ、油の乗り方、それによって塩の振り方がちょっと違ってきますので、そこのところは自分で調整をしてください。次は必ず使われるっていう小肌です。小さな鱗がありますので、これをきれいに取り除きます。このように鱗を取って、今度は腹わたを取りますね。そしてこれから下ろします。包丁を背の方までずっと入れて下ろしていきます。この下ろし方あれですね、黒帯講習とかの時は絶対必要ですので学んどいてください。で、下ろした身に今度は同じように塩を振って、そして洗ってから酢にします。じゃあ次はアナゴ行くか、でこのまな板あれですね、長谷川科学さんの方で作ったアナゴ専用のですね、まな板です。最近はですね、海外のコンクールでも皆さんのところに置いてある長谷川まな板を持ってコンクールに参加する有名シェフがいるのを驚きます。長谷川まな板さんのいいところは、和包丁の鋭い刃先、それをですね、この傷つけないようにできてますので、切れ味がずっと長く持つっていうところですね。アナゴの場合はもう包丁をですね、滑らせるようにしておろしますので、他の魚のおろし方から比べるとですね、大変優しいです。むしろ難しいと思われるかもしれませんが、アナゴは大変優しい魚でもありますね。でこれをですね、おろしたら塩でこう揉むというか、鱗が匂いを出しますので、塩で揉んで、その鱗をですね、よく洗ってからお湯の中、塩をちょっと入ったお湯の中に入れてですね、ボイルします。そして皮目のところに白くその鱗のところがですね、残ります。それをきれいに洗ってから煮ると、アナゴ独特の嫌な匂いだとかきれいに取れますので、ぜひそれはしっかりやってください。でですね、ちょっと返してください。この赤貝の時気をつけなくちゃいけないのは、このようにですね、この綿のところが中に入ってますので、そこをくり抜くような形にします。そうするには
まずこういうふうに先の方まで、そうするとここに綿があります。この綿そのままやるとですね取れません。そしてきれいに取ろうとすると身まで取ってしまいます。ですから包丁のここの部分をこの綿の先のところに押し付けます。上からプッシュしますね。この綿が浮いてきます。ですからこう押して切ります。この綿のところはくり抜かれるようにして切れます。ですからこの仕込みの時は包丁の持ち方、そういうものが要するにすごく重要になりますので、物をおろしたりなんかする時ですね、どこの部分に包丁のどの部分を当ててそして切るかっていうようなことをしっかりと理解を しながら調理していただけるときれいな仕込みができます。じゃあそれではですね、先ほど言った湯引きで、それでマグロを今度はですね湯引きするんですが、ちょっと待って、かけてください。このお湯もですね塩を軽く入れてあります。そしてボイルしたものをこう入れますね。で醤油、酒、みりん、これはとりあえず311で入れてあります。その中にこのマグロをつけるわけですね。通常はこういう中に入れてつけるのもよし、でも調味料を無駄にしないのは、このようにキッチンペーパーで包んでから袋の中に入れて、でこのようにしてつけますと3時間ぐらいで美味しい漬けができます。それでこのようにしなくても一切れずつ、握り寿司の一切れずつに切ったやつにこの漬けの中にだいたい10分から15分漬けますと大変おいしい漬けもできますので、でどちらのやり方でも結構ですから、ぜひこの醤油の漬け、醤油漬けをですね使ってください。バクテリアを殺す一つの仕事です。 Yes.